ごきげんよう、ふにゃふにゃです。さあ今回タコボンドやってこう。待て、早速ここふにゃふにゃしてるな。なんだこれ、挟まってるのか。そしてこの表情である。まあ、どうやらアップデートがあったみたいで、新しくキャラが追加されたらしいんだよね。でこのマップのどこかに新しいキャラの武器が落ちてるそうなんで、探していこうと思います。というかもう見つけました。あ、これか、斧だね。近づくと、お、なんか光ってるぞ。お、取れた、ゲット。新しいキャラだね。よし、早速ちょっと使ってみよう。どれだ、これかな。来た。うわ、でかいな、この斧。さあ、どうだこれ。あれ、弱い。いや、立ち上がったぞ。まだいける。頑張れ。この数だけど、倒せるか。おお、強い。一気に倒してきたな。うわ、空中飛んでるよ、もう。他にもどうやら全部で3種類のキャラクターが追加されたみたいなんでね。また同じように探していこうかな。マップ一つ一つ見ていくことになるけど、どこかにあると思うんだよね。またさっきみたいに武器が。さあ、どこだ？いや、でもこうやってよく見ると、意外と作り込まれてるな。うわ、いいお城だな。住みたいね、これ。後ろはハリボテだな、でも。さあ、ここら辺は、お、あったぞ、これか。これはなんだ、メース。こんなね、メース。両手に持ってる感じなんだね。よし、じゃあ適当に、まずは原始人をこれだけ並べて、始めていくかな。いや、さすがに多すぎたか、これ。うわ、強い強い、なんだこの攻撃。回ってるぞ。いや、やばいな、これ。うわ、うわ。攻撃回数早そうだね、これ。駒みたいに回ってるよ。いや、強すぎるな。吹き飛ばしてってる。なんだこれ。普通に王様より強いかもしれないな。面白いキャラが追加されてるね。よし、じゃあ、最後の、一人探していこう。あ、これじゃない？あったぞ。弓か。また蛇みたいで変わった弓なのかな？お、両手に持つ感じなんだね。じゃあ、早速使ってみよう。え、待って、ポイントが、5340って、一番、ポイント使うんじゃない？これ。おお。じゃあ、相手はどうしようかな。マンモスでも2000くらいだからね。マンモスで行ってみよう。さあ、おお！おい、おい！早い！もう終わった！なんだこの強さ！これはちょっと、最後に面白実験できそうだね。楽しみにしてよ。さあ今回も一つ一つね、クリアしていくか。もう少しなんだよね。あとこれだから1234567ステージ。1234567ステージだった。6ステージだね。よーし、もう少しで全部クリアできる。さあ早速。いや、強そうなんで、もう。この弓は使えないんだね。じゃあ、メーススピンでいくか。余ったポイントで、盾を置いて。さあ、始めていこう。どうだ？さあ、このスピンの力。あれ？あれじゃないか、これ。ごちゃごちゃしてるけど。うわー、やられたか。さすがに無理があったか。いやー、よく見たらこの数だからね。
斧が結構いるのか。よし、今度はね、二人の王様集まるとね、結構強いんだよね。まあ、今までやってきてわかる。これは必ず勝てるとね。いいので、まさかの負けた。しかも敵いっぱいいるし。いや、またこれも鬼畜だな。よし。後ろに王様二人、前に船で行こう。船でまず、一気に倒しといて、後ろの方で天使を切り刻んでいく。いいぞいいぞ。さあ、お、残りわずか、これはいけるぞ。しかも王様二人生き残ってるぞ。いけるいける。よし、やりました。さすが二人の王子。おお、よくぞやった。おお、いや待って、今度は敵に、おおがいるぞ。二人も。待って、これ弓使えるかな？最強の弓。いや、ポイントがちょっと足りないね。いや、どうしようかな。相手が王様だからね。紙でいこう、ここは。二人の紙に、あとは投げやりでいっか。よし。さあ、これはいけるんじゃないか。神はね、結構攻撃力あるから、一瞬で倒してくれるはず。頑張れ。相手にも弓がいるのか。やばい、近づかれたら終わりだぞ。やるんだ、やばいぞ。近い近い。急げ。うわ、やられたか。いや、待ってこれ。やっぱ二人の王は強いからね。どうやって、勝てばいいんだ？あ、ここはカラスで行くか。カラスも結構攻撃力高かったからね。よし、スタート。さあ、新キャラの斧がいるからね。さあ、斧で、王を切り刻んでほしいところだけど、後ろからカラスで、つついていく。地味に、やばいからね、つつく攻撃って。さあ、でも弓倒してほしいな、早めに。急げ。弓から。うわ、やりちゃって、やばいやばい。やばいぞ、これ。結構やれてるよ。いいぞ、いいぞ、カラスで、倒すんだ。あとは弓ぐらいだね。なんだこれ。地味だな、なんか。おお、落とせてる。カラスが爆発するまでに結構かかるんだね、時間が。落とした！さすがはカラス。よくぞやった。さあ、次のステージ。うわ、結構今回もいるね。マンモスか。あ、この最強の弓使えそうだね。使ってみようかな。結構ポイント使うけど。残りは、斧を立てていくか。さあ、始まったぞ。うわうわ、盾とかも普通に貫通してるな。これはやばいぞ。どんだけ出してくるんだ。一匹目早速倒したぞ、マンモス。待って、いけるか？おお、来た、二匹目。残りは後ろにいる。やばいな。うん、後ろのやつやばいぞ。石投げて困れたら、ちょっと、やられそうだけど。お、でも。なんだこの強さ。もうこいつ一人でいけたかもしれなかったな。いや、とんでもないキャラクターが追加されたね。あ、また使ってみたかったけど、今回はダメだね、ポイント的に。もうカタパルトだね。ここはでも天使。じゃ、天使で行こう。全部。6匹で。さあ、行けるか？カタパルトの弱点はね、天使だから。切り刻んでいけるはず。さすがだ。僕も翼が欲しいな。お、早いな。久しぶりに簡単なステージだったね。さあ、残り、どれぐらいだ？あと2つ！
2つで全部クリアできる。もう少しだ。そして敵少ないぞ今回も。天使でいけそうだね。よし。なんかどんどん簡単になってない？あれ？ここにもまだいた。原始人が隠れてたか。待って、これ洞窟の中もいるんじゃない？もしかして。やばいぞ。あ、でも全然生き残ってるこっち。おお、早い早い。洞窟にもいるパターンだね。よし、倒されず行けた。残りはどう？あれ？洞窟いなかった。あれ待って。なんかどんどん簡単になってきてるぞ。さあ、でもこれ、最終ステージ来た。ガチだな、もうこの配置が。いや、なんだこれ、完璧なんだけど。さあ、こっちも並べ終わりました。まずは、船で潰しかかる。それからやっぱり、二人の、おう、でやってくぞ。後ろに噛まれ。さあ、これでいけるかな。さあ、まずは、潰す。いいね、いいね。で、後ろの方で天使を倒してくれてるはずだから。よし、今回も余裕できるか？やばいぞ、敵にも船がいたか。待って、なんか黒くなってるぞ。王が。おう、どうした？闇の王になっている。うわ、でも後ろに、なんだわ、これ。なんかやばいのいるな。やばい！おお！倒されたか！頑張れ！ザコ兵頑張れ！タコ兵！やばって、これは。後ろにアイスアローがいたか。いや、これはどうしよう。ここはもう、手前で、盾をおとりにしながら、よし。待って、最後はこれで行こうかな。で、後ろに最強の弓。これで、勝てるかな。いいぞ、いいぞ。おとりになってくれてあれに、突き刺してってる。いいね、いいね。さあ、近づかれる前に全部倒せばね、いけるから。うわうわ、この威力やばいな。あれ、待って、これ。普通にいけそうだね。強すぎるなぁ。なんだもうこのキャラ。終わっちゃった。いや、このキャラ異常に強い。ということで、これはもしかして、全部クリアできたんか？おぉ！ついに全部クリアしたか。いや、ここまで長かった。もうこれ僕、ふにゃふにゃ系 YouTuber でとしてやっていけるんじゃないか？これから。だってもう一回ちょっと確認してみよう。全部クリアできたよね。さあ。おお、全部白くなってるね。この英語が。これも、お、完全にクリアした。なんか、新しいキャラクターとか増えないんだね。これはなんだ？あ、今後増えるキャラクターってことかな。まだステータスとかは謎だけど、マップとかも、いろいろキャラクターが追加されるわけだね。これ楽しみだな。ということで最後はね、遊んでいこうかな。最強キャラ使って。じゃあ最強この弓兵ね。これだけ並べてみようかな。いや、この数。もう怖そうだけどね。じゃあ、キャラクターどうしようかな。敵のキャラは。王様一人で行こう、まずは。まずはとりあえず、王様一人で行こう。さあ、どんな感じで突き刺さるんだろう。さあ、始まった。お、早い！待って、スローモーション。押す前に終わっちゃったな。あれ、待って。スローモーションボタンってどれだっけ？あれ？スローモーションになってる？あったった、これか！スローモーション！さあ、ここからの景色どうだ？うわ、来た来た！うわ、これは怖い！
いっぱい刺さっちゃうよ、これ、もう。そしてこの表情。うわ、王様もこれもう無理でしょう。突き刺さるのを待つだけ。この地獄。王様、頑張って、頼む。王様！いや、さすがにこれは、生き残れないよね。じゃあ、ここはね、大量のマンモスで行くか、今度は。まあ、大量なら、勝てそうな感じするけどね。このマップできる限り設置してみようかな。いや、この数やばいな。うわうわ、建物の上とかにも乗れるんだけど。なんかすごいな。うおお、これどうなってんだ？やばいぞ。こいつ、待って待って。こいつなんか、荒ぶってる。建物と貫通しちゃってるよ。すごい、ブヨブヨ。もうふにゃふにゃを超えてブヨブヨだよ。うわうわ、楽しそう。それじゃあやっていきましょうかね。よし、さあ始まりました。さあどうだ。お、弓打ち始めたね。ものすごい数だな、もう一発が。しかしマンモスもものすごい数。おお、一瞬で手前のマンモスやれちゃってるけど、さすがにちょっとこれすごいなんかカクついてるけど、もう見えない。どうなってんだこれ。ちょっと待って、スローモーションだと、スローモーションでもなんかやばいな。うわ、なんだこの弓だらけだよもう。いやでもこれ終わるのに時間がかかりそうだな。ということで、これはまあ弓が勝つでしょうね。よし、やめとこう。ちょっと暇になるんでね。暇になるからここでやめといて。ふにゃふにゃバトルシミュレーターでした。最後はね、これ見ていこう。うわー、やばいやばい、なにこれ。うわ、この最強弓同士の対決。なんだこの光景。うわ、映画でも見たことないよ、これはもう。うわ、一瞬でもう倒させちゃってるけど。お、ということで、このふにゃふにゃバトル、トータリアキルタバトルシミュレーター、略して TABS、なんとか全クリしました。まあ、もうやることないんでね。まあ、あとは、キャラクターとかが新しく追加されたら、またやっていこうと思います。それはね、次回、新しいキャラクター追加されたらやっていくんでね、楽しみに待っててください。では、コメント、グッド、チャンネル登録、よろしく。